宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ももこです。ちかこです。はい。前回ね、動画をちょっと思い切った内容になったかなと思ったんですが、たくさんコメントをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりあれですね、政治の話ってなると、デリケートだよね、話題が。そうなんだなと思って、私全然そういう概念がないんですけども、スピリチュアル系の人はそういう政治的な話になんていうのかな、足を突っ込むなんじゃないけど、そういう話をしない方がよろしいんじゃないですかみたいな人って意外といるんだなって何人かいらっしゃいましたね。そのその境ってなんだろうって私も思っちゃったけど、なんでそういうことになったの？スピリチュアルは精神世界のことを話しとけばいいから、政治の話とかは、チャンネルが違うんじゃないみたいな。なんだけど、でもその私たちが推奨してるスピリチュアルは、枠にとらわれないってことなので、固まった枠でその番組を作ってるわけではないんですよね。私たちが素直にその時思った言いたい話っていうのを3人でそれぞれのね意見を交換しながら撮ってるんですよね。その政治的な話に関してだけでなく、やっぱりそのなんていうのかな、そのスピリチュアルって言ったらもうこう精神的な意味で整えるとか、なんていうのかな、自分を調整して気持ちを整えるというか、そのネガティブな感情を出さないっていうなんかわかんないんだけど、そういうふうに思われている方も結構いらっしゃって、なんていうのかな、スピリチュアル系の人は常に穏やかで、常になんか笑ってて、幸せではないとなんか良くないじゃない。そうけど悪口とか反応するなっていう感じでいうコメントがあったけど、でも悪口を言っているつもりはなかったんですよね。そうね、なんかこう世の中的なことに対して人にとっていいことなのっていうか、疑問に思ったらそれを素直に言って、なんでそれがいけないのっておかしいと思ったことを言ったまでで、なんかそれを口に出すのは次元が低いとか波動が低いとかって言われてしまうと、じゃあすごくね発言が狭まってきますよね。でも私も前はちょっとそう思ってたとこあるんよ。例えばなんか人に嫌なことを言われた時に、ぐさってやっぱ傷ついたりするじゃん、正直。だけどそれをなんかぐさって傷ついているのは置いといて、いやなんか彼女は私のことを思って言いにくいことを言ってくれたんだと思って、なんていうんかな、腹が立ったり傷ついていたりすることは閉じ込めながら、なんかこういい風に一生懸命取ろうと思い込ませようとしてたとこってあったんよ。で本当はなんか傷ついたわとか言いたかったことをごまかしてしまい込んでたってことはやってたと思う。でも溜めてたらね。そうそうそう。でも今はなんかこう嫌なことをね言われた時には、いやなんかそれ言われて嫌だったっていうのをちゃんと自分で感じていいんだって。言ってるな。そう。それで表現してね、言っちゃうよね。すぐ言ってるね。前はそういうマイナスの感情を感じることはいけないことだって思ったよ。なんか人間できてないからそんな風に思っちゃうんだとか。それは大人じゃないとかね。そう、それがそうそうそう。そういうことそうなんよ。周りの大人に言われてきたからなんよ。ああ、確かに。そうやって育ってきたからね。いやでもうちのあやとはもう若い時から高校ぐらいの時から感情を味わえって言ってすごい私に言われてて、感情は味わってやらんとかわいそうじゃないかっていうよ。そうだよ、いい感情も負の感情も同じ大事な自分の感情だから、それを味わってそれを表現する。だってさ、それを感じにだって地球来たんでしょみんな。そうなんよ、味わいにね。もったいないじゃんね、それを閉じ込めて閉じ込めてみたいな。だからいい感情はすっごい味わってたんよ、存分に。だけど悪い感情に関してはいけないんだってすごいなんか思ってたんよ。それさ、感情に差別してない？そう、差別してた。だから同じだからさ、いいも悪いもまあないし、ちゃんと味わってあげようってすごい今は思ってるから、まあそうしてるんだけど。そうだからあやと面白いよ。恋愛になるとめちゃくちゃ出てくるんだよね。普段そんな出ないのに負の感情が出るわけよ。で、俺は傷ついているおーとか言って叫びながらのたうち回りながら味わうっていう。ちょっと変態みたいな。すげえ味わうなこの逸話と思って。それぐらい、そう、それも楽しんでんのよ、はっきり言って。そう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 。だからそれをダメなことだって、その誰かに対してムカついたりなんか腹が立ったりすることを悪いことと思って隠してしまい込むって結局溜まってしまうから、そう、報われないというか、やっぱり成仏できないよ、その感情が。変にね、いい人になろうとするとかさ、大人になろうとするとかさ、なんかそうならなくっちゃって思い込んで結構そのすっぴんに走ってた時期はあった。そうだよね。だから本当そういう時ってその感情を統合しても寝ずにやっても消えんのよ。そうよね、大きすぎる感情って一人の中でこれでワークでどうにかなるようなものじゃないと思うよね。それよりちゃんと言いたい相手に対してもう正直に全部言った時に初めてなんかこう。初めて統合できた。出した時ね、自分を救ったんよね。自分の感情が報われたんだね。そう。やっぱりそれはすごい苦しい作業だったんよ。だってすごい向き合うし、そう言いたい、言いにくいことを一番言いたくない相手に言うわけだから、勇気がいるよ。やりたくないよ。やらなくて済むなら。そう。もうこうやって済むなら済ませたかったけど、それじゃあ無理だった。逃げにもなってないかな。なんかこう、一瞬はちょっとすっきりした気持ちになるかもしれないけど、でも結局はまた出てくるんだな。私が20代の頃にね、スナックでバイトしてたんだけど、やっぱその時に絶対にこうお客様と話をしてはいけない話題っていうのがあって、タブーがあって、それが野球の話と政治の話2つ、これはタブーなんですよね、接客業の人にとっては。なんでかっていうと、絶対そこで対立が生まれてしまうし、すごくそのデリケートな問題だから、軽々しくこう話してはいけない、自分の考えを言ってはいけないっていう鉄則の決まりがあったんですよ。だからそういうのもあるから、政治の話をこう、人前で話してはいけないっていう、なんとなくこう日本人の中で、こうあるんですよ、暗黙の了解っていうのが。それをその文化があるから、なんかね、政治の話ってこうタブーになってるけど、本来だったら家族間で気軽にこの政治家どう思うとか、この政党どう思うとか、友達同士とかね、気軽にすればいいと思うんですよね。もしかしてそれも洗脳だったってことか。そうだと思う。話をさせない、遠ざける芸能人とかスポーツとかね、そういう方に国民の意識を向けるっていう政策がね、させてた方が良かった人たちがいたと。政治の話を国民はするなんて、そのちょっとお行儀が悪いみたいな感じがあるんですよ。だからそういうのはもうちょっと古いと思いますよね。そうだね。でそれを黙ってきたからの結果が今なのね、この腐った状態じゃないですか。これからはどんどんそのタブーとかもう取り払っちゃって、親しい人同士で、あなたはこういう考えなんだね、あなたはこういう考えなんだねっていういろんな多様な考えがあって、それで面白いじゃないですか。この考えはダメだとか、この意見はダメだとか、そういうことをね、いいとか、そういう言ってきたから、こうした方がいいっていうのもさ、すごいコントロールされてる気がする。自分の考えとだからそもそも違ったら攻撃したくなるんだろうね。そうなんだと思う。やっぱり自分が正しいと思ってる中の枠の中でいてもらいたいっていう、自分の正しさを押し付けるっていう、なんか本人はそのつもりじゃないのかもしれないけど、やっぱりそういう感じになってる人が多いかな。でもみんながみんな同じ意見だったら、それこそおかしい世界を見ているじゃないですか。多様性があるからこそ美しいわけなので、それぞれの意見を認め合って尊重し合うっていう世界になったらいいですよね。だから私たちは私たちで3人本当に覚悟をして自己責任でこうやって顔出しして発言してますので、まあね、ちょっと勇気まあいりますよ。だからそれに対してまあね、反対意見あるでしょうけども、ちゃんと顔出しして実名を書いて言っていただけたらと、覚悟を持って言ってくださいよ。私たちも実生活も本当にこのまんまこの通り行動もしてるつもりではいます。今日も学校のね参観日だったよね。やっぱそのこの状況っていうことで普通の参観日じゃなくて、どうなった1時間目だけこの開放するので、親は来れる時に15分間だけどこでもいいから教室も、もしくはでもその時教室ほとんど 2,3 人しかお父さんお母さん入ってなくて、みんな外の廊下でこう見てる感じで、もちろん保護者マスク必ずしてアルコールをしてっていう条件付き。まあ私は入ったけどね、教室の。みんな生徒たちはマスク、授業中もずっとしてんの。先生も子供たちも 100% マスクをしてて、してないのうちの子だけっていう。おお、素晴らしい。私はそのさせたくないのでさせてなかったんですけど、最近息子がね、先生や友達にマスクしてよって言われるんよって。言うのね。なんかだから攻撃されるんよ。いじめみたいなもんじゃない。いじめまでは言ってないけど、まあひどくなったらさ、多数派にこう染まらそうとするというかさ、だからそれを聞いとったので、ちょっと先生に聞いてみようと思って今日聞いてみたんですよね。マスクは強制になったんでしょうかって聞いたら、いや強制ではないんですけど、推奨しているっていう。答えだったので、うちは考えを持ってマスクをさせていないので、強制にもしなるんであれば学校にはもう行かせたくないですって言ったんですよね。そしたら「なんかアレルギーかなんかでしょうか?」って言われて「いや全然そんなものはないですけど、免疫がただ下がるのでマスクをさせたくないです」って言ったら「ああそうなんですか」って言われて「ああじゃあ何々君はマスクをしないからっていうことを、うん、他の先生とか児童にも、うん、言いますっていうふうに言ってもらったんですけど、そんな感じになっちゃってるんですよね。やっぱ自由選択でいいと思うんですけど、本当だよね。まあ、本当に学校こそね、それぞれの子どもたちを尊重して、したい子はしたらいいと思うし、したくない子はしないでればいいと思うんですよね。やっぱ言われるみたいな、その違うクラスの先生とかにも、してなかったらしてねっていう。海外ではさ、ノーマスクデモとかがすっごい起きてたりさ、海外で禁止になった国もある。そうよ、授業中の子供のマスク禁止って出た国あるよね。そんなことはでも一切テレビでは流さない。そういうこと何が正しくて何がおかしいのかっていう考える力をもう小学校で奪ってるよね。本当に免疫がもうめちゃくちゃ下がる。汗かくし、暑いのここがさ、だってぐちゃぐちゃになるわけ。締め切ってないからきっと涼しくもないんでしょ。暑いよ、汗だくだから。もう帰ってきてシャワー浴びたわ。いや、ずっと子供たちそこにいるんだよ。かわいそうにマスクさせられて、ずっとそれでちょっと外れとったらパッてされたりしょんよ。奴隷だ。いや、もう見とってその姿を見とって、うわー、奴隷を育ててるみたいって思って、ちょっと不気味でした。こういう現状です。今現状こうだけど、いずれ分かりますからね。分かった時みんなどうすんだろうね。それでもマスクつけるのかね、分かるけど、どうなんだね、分からないけど。いや、本当に分離してきますよ。ですね、やっぱりこう真実を分かった上で、ちゃんと目覚めるっていうことをしないと、ぼーっとしてたら、ワクチン打たれちゃいますよ。だから本当、真実を知らないと、もう何回もね、私たち言ってますけど、真実を知らないと目覚めれないから、ね、全て綺麗なとこばっかり見てても、無理だから、自分の考えをしっかり持って、それに伴って行動するっていうのが、一番これから求められることじゃないかなと思うんですよね。真実を知った上で、波動を上げる、それしかない。そうです。ちょっとまた告知をさせていただきます。9月16日神戸、これはあさこさんと私の音浴会と宇宙とつながる会ですけど、神戸残り1席、そして17日札幌、こちらはまだ余裕があります。そして18日仙台残り3席、仙台、仙台もう埋まっちゃった。ごめんなさい、仙台満席でした。次の日新潟残り1席、長野は満席です。21日山梨残り5席、22日茨城、こちらはまだ大丈夫です。そして最後23日埼玉残り2席となっております。そしてですね、あと私たちの3人のライブ、10月10日に岡山でライブをやります。3枚目のシングル、アルバムのね。あと、あれ、小島の、岡山の言ってない。はい、ごめんなさい。9月26日と29日、地元の小島で音浴会と宇宙の会をやります。はい、こちらもちょっと、人数がもともと少ない設定なので、お早めに、申し込みください。はい。その他にちょっと、差し迫ってるのが、私とちかちゃんとジャンプヒーリングのニューさん、あかりさんとでする、メビウスのオンライン音浴会が、13日にありますので、まだちょっとね席がありますので、よかったらご参加してみてください。これもいろいろな面で、面白いのでそれと、メビウスでするのが10月の3日に、広島ですることが、決定しましたので、これはリアルの音浴会です。はい、ぜひお近くの方は。参加ください。はい、また概要欄の方に貼っておきます。はい、お願いします。はい。それではまたお会いしましょう。はい、それではさようなら。